またお前と3年間同じ学校に通わにゃならんとは。どんまい。お前が言うな。どうした？トイレ。ミクもいつの間にかベッドからいなくなってたし、彼は？そう、まだ寝てるんじゃない？なんだこの状況は。昨日俺はミクの部屋で寝て、やばい、とにかく起きたら面倒だ。ミク、なんで水葉が俺のベッドに。毎度寝ぼけて兄さんのベッドに入るのはやめなさい。彼女欲しい。ナホちゃん、キヨちゃん、スミちゃん、お願いします。いいですよ。大丈夫ね。はい。私はどうだった？相変わらず切れまくり。もうちょっとで親父とお花畑で再会するとこだった。じゃあ朝ごはんできてるから早く降りてきてね。ねえ、キスしよっか。そう言って僕をからかってきた彼女。彼女って誰だっけ。忘れろって言われても帰れ、朝だぞ、起きろ。お兄ちゃん寒い。もう帰れ。もいい年頃なんだから僕のベッドに潜り込むのはそろそろ卒業しろよ。朝から興奮してしまうんですね。実の妹に誰が興奮するか。朝だよユウキ。なんでまた寝るのよ。ほらほら、あくまで逆らうつもりね。ならばキュー。と断念した。いい加減よ。その頃の俺は恋が何かよく知らなかった。すぐ近くにあるのに。近くなんかないよ、俺には届かない。お前何してる。それはこっちのセリフよ。何すんだエッチ。それもこっちのセリフよ。言ったわよ、千里のこと好きだ、愛してる、もう離さない。つけ。それ現実世界は厳しいから、せめて夢の中で素敵な人と出会うんだよ。目が覚めましたか。なんでだよ。で、なんか用事。朝のお世話も仕事のうちです。あ、そうか。なんだ誰だ。エスト。じゃあエスト、なんで俺のベッドの中にいる。私があなたのものだからです、ご主人様。ご主人様ってのはどういうことだ。簡潔に説明してくれ。それとも他の呼び方をご所望ですか。とりあえずご主人様以外なら何でもいい。お兄ちゃん。ダメだ。なんだその欲は。姉弟子、何をなさっているので。証拠保存。関係者に流しておくね。やめて、衛星照合になっちゃうから。ソラ先生ですか。握手してください。うちにもぜひです。
クズロリオ。ああ疲れた。トウヤさん、毛布をどうぞ。ありがとう、ユミナ。気持ちよさそうでござったな。あの、何かありました？別に。琥珀、何かあったの？女の戦いが。ねえ、起きてよ、起きなさいって言ってるでしょ。でまた寝るのよ。うちだって勇気出してここまで来たんだから。え、だからその、つまりせめて苦しまないように頼むよ。あんたどういう思考回路してんのよ。ネイルなんかじゃなくて、ちゃんと言葉で伝えてほしくて。何か役に立つものは、可愛らしい秀吉の寝顔、撮影に熱心なムッツリーノ、浴衣を脱いで有事の布団に入ろうとしている霧島さん。助けに来ました、お姉様。また何か来た。何をやっとるのじゃ。私のミカサだ。はい、どうぞセリーヌ。おはよう。おはよう、ナナさん。この調子で頑張りましょう。頑張るって何を。ナナさん、リトを起こしてきてくれない？なんで私が。てめえ、モモだけじゃなく姉上にまで。待って、違う。よく寝ておる。寝顔かわいい。何すんのよ。たっく、あのアホは一枚だけ寝顔を。あんくんのパンツ履き。なんなのよ、何してるの。それなら私だって眠いし。あのさあ、あんくん、おねんちみんなちゅう。それはダメ。やっぱ眠い。おい、ハヤト君、ハヤト君。え、ごめんって、サクラ。霧島サクラ。ハヤト君、怖い。どうして会長と霧島さんがいるんだよ。キサラギ、ハヤトから離れなさい。ちょっと、ここは何時よ。会長が早くこの